方がおられます。45歳の女性の方です。今、脳腫瘍で、病室でうちに応援を送ってくれてます。この前、名古屋の方なんですけれども、一人のために何かやってみようって言って名古屋までみんなで行ってライブをやりました。新幹線で来たやつもいます。120人の子供たちが集まってくれてそのライブをやりました。あの辰巳さんは今病気と戦ってるんですけど、ずっと枕元でこの曲が流れてて、その辰巳さんに僕たちの姿を届けるのはファイナルしかないんです。ファイナルしかない地には僕らの踊りを届けることはできないんです。どうしてもファイナル登りたい。そのために夕張の皆さん力くださいいきます。辰巳
本当にいつもいつも言いますけども、本当に札幌山口遭難のうちの戦いは夕張から始まります。今日は本当に僕らは皆さんにいい壮行会をしてもらったと思っています。皆さんの思いを背負って、明日明後日と、札幌を駆け抜けていきたいと思います。本当に今日はいっぱい来てくれてありがとうございます。1年に1回ここに来るの本当に楽しみにしてます。また来年行きます。本戦絶対ファイナルを取ってきます。よろしく、ありがとう。